皆さんこんにちは。今日はアエロフルイで訓練をします。ただ離陸してぐるっと回って帰ってくるだけです。機材はご覧の通りダッシュ8です。何の変哲もありません。塗装は主張が激しくないやつを適当に選びました。ANA 塗装はないもんな。ではコックピットに乗り込みましょう。キャプテンシートにはマイケル君が座っています。閲覧注意だな。夜に現れたらちょっと怖いね。ちなみに、彼は筋トレが大好きです。コックピット内でも欠かさずに筋トレをやっています。操縦桿で筋トレをしています。ぶっ壊さない程度にしてくれよな。はい。まだ少し時間があるので筋トレに付き合ってあげましょう。スロットルレバーでもやっちゃいます。さ、スタートアップでもやりますか。一応言っておきますが、少なくともスマホ版の場合は原則スタートアップなどはないです。エンジンはプロペラ機の場合はシャットダウンが可能です。表示のテストをしようか。オッケーだね。ここから先、ちょっと大きめの警告音が出ます。ご注意ください。警告類も全部異常なしだね。じゃあエンジンもスタートさせようか。ナンバー2エンジンスタート。ナンバー2エンジン、スタビライ。ナンバーワンエンジンスタート。ナンバーワンエンジン、スタビライ。フライトコントロール、スピードブレーキ、チェック。エレベーターダウン、チェック。アップ、チェック。ラダーレフト、チェック、ライト、チェック。エルロンライト、チェック、ライト、チェック。準備できましたな。
このゲームでは TKA という架空の会社名を使うことにします。読みはタートルエアーです。直訳は亀航空かな。ANA 塗装で遊ぶときは普通にオール日本を使います。グランド、タートルエアー8100、リクエストタクシー。タートルエアー8100、タクシープランウェイ11ライト。タクシープランウェイ11ライト、タートルエアー8100。フラップ5。よし行くぞー。パーキングブレーキリリース。道路は奥の方か。時間かかるな。まあ帰りは早く着けるからいいじゃねえか。まあそれはね。今回は離陸後、左旋回を繰り返し、再びこの空港に戻ってきます。6000フィートぐらいまで上昇します。まだこのゲームに慣れていないので操縦も下手です。このゲームには旅客機は、トリプルセブンと747、737-500、-8、エアバスの380と320があります。-8とトリプルセブンを中心に使っていく予定です。他は使わないのか？エアバス320とかもありですが、とりあえずはさっきの2種を使っていきます。少なくとも、A380 は機体が大きすぎて動作が重くなるため、当分は使用予定はありません。747はギリギリいけるかなと思っています。737-500 はグラスコックピットでないので操作がしにくいです。エアバスになると操作やスイッチ類の扱いも大きく変わるので時々使う程度にしようと思っています。エンジン停止が可能なこの機体は極めたいと思っています。片肺着陸とかも練習しておきます。あ、間違えた。おいおいしっかりしてくれよ。曲がりきれるかな？畑になっちゃうね。国交省が来てしまうぞ。ここはアメリカなんだけどね。でも日本の航空会社なら来るだろ。そこは盲点ですな。まあ大丈夫でしょ。国交省も今は忙しいだろうから見逃してくれるって。マイケル君のために HUD を下ろしてあげましょう。あ、食い込んだ。いて。大丈夫？ディスプレイ壊れてない？大丈夫そうだな。ちょっとちょっと、俺の心配をしてよ。マイケルと飛行機の HUD とだったら後者の方が価値があるんじゃない？初登場にしてこんな扱いを受けるのってひどくない？こういうキャラで言ってもらいますので四つ湯志逃がし。あ、そうそう。財務大臣か？違います。このゲームのちょっとした小ネタや練習シーンなど、ほぼ無編集の動画を不定期で投稿するつもりでいます。この動画のように編集に時間がかかるようなやつはいつも通り土曜日に出します。シリーズとしては、RFS と同じゆっくりと遊ぶフライトシミュレーターとして扱います。RFS かこれかはタイトルのカッコ内を見てください。RFS の頻度は大きく減ると思いますが、稀にやるかもしれません。実は今回は RFS をやるつもりでしたが、うまく操縦できなかったのでこっちに変更になりました。次回のフライトシムはこれの後編ですが、その次はどちらになるかわかりません。
中の人はこっち推しなんですけどね。もしこっちやってというのがありましたら、コメント欄にでもお願いします。コンタクトタワー、タートルエア8100。タワー、タートルエア8100、ウィズユー。タートルエア8100、ランウェイ11ライト、ラインナップアンドウェイト。ランディングライトオン。吸気口もつけてっと。上端の平行滑走路があるからなんとなく伊丹空港みたいだよね。ライトブレークとかサークリングアプローチとか伊丹っぽいことができればいいな。編集を使って完成ごっことかやってみてもいいかもね。ウィンド045アットヘッツ、ランウェイ11ライト、クリアード4テイクオフ。11ライト、クリアード4テイクオフ、タートルエア8100。ランウェイズクリアー、テイクオフ。パーキングブレーキリリース。
仕組みがいまいちわからないんだよね。ボーイングがわかりやすすぎるんじゃないか？それは言えるね。まあ慣れなんだろうね。日本でダッシュ8といえば ANA のイメージが強いよね。痛みからどんどん飛んでるよな。コロナのおかげで羽田発着の路線で使われたらしいぜ。見に行った人も多いんじゃない？ちっちゃい飛行機なんて羽田に来ないからね。伊丹羽田便にもエンブラエルが使われたよね。あれも衝撃的だったよな。最近久しぶりに伊丹に動画収録と無線傍受のために行ったけど、アナゴ737とか JAL のエンブラエルとか普通の機が駐機してあったよ。やっぱりまだ止まってるんだな。飛んでる量も半分くらいだからね。それでも回復はしてきたよな。またちょっと怪しくなってきたよね。再現便とかなると会社も辛いよな。基本的な対策をして再拡大しないようにしないとね。飛行機を取りに行けなくなっちゃうからな。厳密には行けるんだけど本数が少ないと暇だからね。まあ立ちっぱなしだと肥満対策にはいいんじゃないか？まあとりあえずその時の飛行機の動画も出しますね。相変わらずブレがあるけどな。そういうことを言わないの。降下開始しようか。そうだな。やっぱり HUD は便利だな。丸のところに合わせておけばいいからな。技術ってすごいよね。昔のパイロットはこんなのができるなんて想像できないよね。グラスコックピットでさえも予想できなかっただろうな。完全オートパイロットは実現するのかな？難しそうだよな。仮に実現できても最低一人はパイロットは必要だろうな。それでそのパイロットの技量をどうやって維持するかだな。実機にしたらオートパイロットの意味がなくなるからね。かといってシミュレーターだけではちょっと足りないよね。オートパイロットで運航する技術があってももしものことを考えると人は絶対いるからな。技術以前の問題だよね。どうなっていくのか楽しみだね。温かく見守りたいな。人と機械ってどっちの方が良い着陸ができるんだろうね。人が培った長年の感覚での着陸の方が意外とうまいかもな。機械は機械でうまく計算して操作しそうだしね。パイロットとして興味深いよな。さ、それではこの辺で終わりにしたいと思います。次回はこの続きからです。この動画が良いと思った方や悪いと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。高評価やコメントなどもお願いします。マイケル宛てのコメントもよろしくね。お、久しぶりに声を聞いた。だって出番がないんだもん。中の人も冷たいんだな。それではご視聴ありがとうございました。